皆さんこんにちは。ibisPaintバージョン 12.2.0 がリリースされましたね。待望のあの機能や新機能が盛りだくさん。最後までチェックしてね。作品フォルダ機能実装。作品を長押ししてまとめたい作品まで動かすと簡単にまとめることができます。作品フォルダをタップで中の確認ができます。フォルダ名を長押しするとフォルダ名が変更できます。フォルダから出したいときは作品を戻るまで移動させるとフォルダから出すことができます。感覚的で使いやすい。複数選択で一気にフォルダにまとめることもできます。これで過去に描いたたくさんの作品を整理整頓できますね。複数選択を使えばフォルダの移動も楽々。新機能をお楽しみに。バージョン 12.2a からの新機能にフローティングレイヤーウィンドウが実装されました。レイヤーウィンドウを開いて新たに追加されたこのマークをタップするとウィンドウが切り離されて自由に動かせるようになります。ウィンドウの下側を引っ張ってサイズ調整も可能。もちろんここからも従来のウィンドウが開けて戻したくなったら×ボタンで非表示にできます。なおこの機能はタブレットや PC 等の大きな画面でのみ使用できます。レイヤーウィンドウを好きな位置に移動させてより快適なお絵かきライフを送ってね。レイヤーが多くて目当てのレイヤーが見つけられない。そんな悩みはibisPaintの新機能描画物レイヤー選択で解決。スポイトツールを使うときにスポイトしている位置にあるものがどのレイヤーに描かれているのか左上に表示されるよ。表示されたレイヤー名をタップするとそのレイヤーが選択される。描画物レイヤー選択はクイックスポイトでも同じように使えるよ。バージョン12からのibisPaintに水彩フィルターが実装されました。フィルターの人工知能のところに追加されたよ。水彩を選択したらあっという間に水彩風のイラストになる。あとは彩度を調節して完成。こんな感じになるよ。背景のイラストに使うのがおすすめ。水彩フィルターはプレミアム会員限定機能です。バージョン 12.2a からの新機能にデイリーランキング選択機能が実装されました。デイリーランキング横のこのボタンをタップすると漫画、アニメーションなどのたくさんのカテゴリーが表示されるようになります。表示するランキングをイラストだけに絞ったり漫画にしたり、カテゴリー別に作品を探しやすい。さらに一番下のお知らせに切り替えるとランキングの代わりに運営からのお知らせが表示されるよ。デイリーランキング選択機能はプレミアム会員限定でご利用いただけます。バージョン 12.2.0 の情報は以上です。これからも快適にご利用いただけるようアップデートを続けていきますのでよろしくお願いします。ibisPaint